はい、こんばんは。今日は、大きな船にロープの修理に行く仕事があって、その準備の一つを紹介します。今見えてるこの青いのが、ロープのすれ止めというか、藍の部分に、輪っかの部分に通して、要はプロテクター。これが、藍とすると、この部分にこれを通して加工する。その仕事が一つあって、で、これだけ3メーターの筒なんですけど、ロープが柔らかいと通んないから、あらかじめ紐を中に通します。これ、パイプに、見えん。穴開けたものを作って、見にくいな。こうしようか。と、パイプが自分で作って、かこれで。これをよっと、この状態で船に持っていきます。で、これをどうやって通すんだいっていうのは、例えば船のストアって言って、船の内部のすごい狭い倉庫とかでやらされる場合はすごい狭いので、階段の柱、パイプのところとかに、今が縛って、例えば、こうテンション張るじゃないですか。そこで、これ細いけど、まあここを縛ってね。で、ここをギュッギュッと持っていくと、引っ張って入れる。その作業をしてから折り曲げて藍を作ると。よっ。
よいしょ。これを。これをスーツケースに入れて船に行きます。それだけです。